はい、どうもタンタンです。ティキティキウクレレからですね、こちらコンサートサイズのホンジュラスマホガニーバージョンですね。ホンジュラスマホガニー HMC のカスタム、こちらが1本入荷してきております。はい、非常にシンプルで、まあ昔ながらのスペックですね。デザインもそうですし、中の作りなんかもやっぱりそういうオールドスペックを忠実に再現して、できるだけ忠実に再現して作られた、そんなモデルとなっております。はいですね、なんといってもこのモデルの最大の、まあ、セールスポイント、売りのポイント、この音だと思います。マホガニ独特のね、こうキラキラした感じっていうよりは、どっちかとちょっと何ていうのかな、土臭いというか、こう非常に泥臭い雰囲気の音ではあるんですけれども、それでも本当に非常にしっかりとなってくれて、こう何ていうのかな、倍音成分はねあんまり感じられないと思いますけれども、そういうところとはまた違う、良さっていうのがこのマホガニのウクレレにはやっぱりあるんじゃないかなという感じですね。だからこういった、スペックで作ってみるとね、こうマホガニーの良さっていうのを改めて感じられる、そんな一本じゃないかなと思います。やはりこのシリーズ、鳴りの良さが本当に最大の売りになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そしてスペックもよりこうヴィンテージ風雰囲気にこだわったスペックになってまして、まあ芝に塗装を施すっていうことももちろんそうなんですけども、芝の厚さとかもねこだわって作っておりますので、そのあたりも見ていただきたいポイントかなと思います。ただそのヴィンテージスペックではあるんですけれども、フレットの数とかはね、あの昔のものコンサートスタイル 1C ですか、あれなんかだと12フレットジョイントでそこまでしかフレットがなかったりしたりするんですけれども、この辺はさすがにそれだとちょっと少ないかなということで、フレット17フレットまでもちろんつけてますし、ペグの方も UPT をつけることによってチューニングのしやすさっていうのも改善してるかなというところでございます。ということで、こちらティキティキウクレレからですね、 HMC カスタム、ホンジュラスマホガニーのコンサートサイズになります。こちら、はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。